はい、こんにちは。今日はダイソンのソフトローラークリーンヘッド。だいぶクリーンじゃなくなってますが、この蛇腹ホース、この青い部分ですね。これの交換をやっていきたいと思います。用意する工具としては、トロックスドライバー T8 サイズ、T10 サイズ、プラスドライバー。それと交換用の、蛇腹ホース。一応これだけあればできると思います。まあ、あと必要に応じて、他の工具も要すれば使いたいと思います。まあ、手順はですね、いつもとあまり変わらず、ね、この辺りはいつも一緒ですね。まあ、余計なものをどん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 取り外していきますね。これも緩んでましたね。はい、それから横のこの1本。このビスは少し短めですね。それと、プラスドライバーを使って、このサイドローラー部分ですね。これのこのカバー取り付けと、このコマの取り付けですね。このカラーも一緒に抜けます。全部取っちゃいます。これですね、このモーター横のこの1本、これも抜きます。裏のカバーの取り付けですね。はい、まあ、なのでこれもビス、短いビスですね、外れてきます。まあ、ここにこう爪がありますんでね、この爪を折らないように気をつけてください。はい、でカバーを外すとまた横にビスがありますね。これも外します。これも短いビスですね。これで今これが外れます。これを外しちゃいますね。これも汚いですね。強烈ですね。うわうわ、これもこの前抜いたやつと、まあこれ別のやつなんですけど、やっぱりローラー面すごいですね。いつもローラーが回転してるんで、ローラーが熱を持つんですかね。で、おそらく油と水とこのホコリで、こういう固着物を作り出しているということなんじゃないですかね。で、これですね、抜いていくのはここになります。で、これを抜くのにですね、よいしょ。このヘッドの首のとこですね、これの上に、今度はトルクスドライバーの T10 のサイズ。はい、これが太いですね。で、反対側も同じと。はい、で、これで、このネック部分取れましたね。よいしょ。カバーが外れます。あ、この後はもう力技というか、この中の穴の中に押し込んであげます。で、これを横ですね、首を横に振って首の横から出してあげると、こんな感じになります。で、反対側ですね。反対側も単純にこう中に入れられてるだけなんで、こうやって抜いてくると。これだけですね。で、これが新しいやつです。まあ、これ新しいやつ、互換品なんですが、少し
オリジナルよりも長くできてます。形状的にはほぼ同じですかね。少しこちらのこのヘリの部分がでかいように見えます。はい、じゃあ、取り付けですね。取り付けは今の逆の手順ですね。まあ、上側からまずは入れてあげます。で、まあ、首を振ったところからですね。こちら側に戻してきました。頭のところが少し大きいのでちょっとこう少しちょっと押し込んであげますね。これで入りました。まあ、ちょっと入りすぎてるところもあるのでちょっとこう逆に引っ張ってよいしょ、まあ、出すぎた部分を少し調整してあげました。こんな感じですかね。はい、で反対側です。反対側も基本は同じで、まあ単純に指で押し込んでいってあげると、はい、これで戻りました。こんな感じですね。まあ、収まりはかなりいい感じかなと思います。少しここのヘリがちょっと高いかなという気もします。まあ、ちょっとまずはめてみたいと思います。まず戻してみます。ここは T10 サイズです。はい、はまりました。よいしょ。まあね、これも掃除してあげたいんですけど、まあ、掃除はまた今度ということにしようかと思います。はい、収まりですけども問題ないですね。全く問題なく入ります。まず正面を少し止めてみますね。おかしな負荷を感じることもなく。スムーズにいきますね、全部。スムーズですね。
相手がプラスチック製ですからね、あまりこう力を入れて締めすぎると壊してしまうかもしれないんでね、まあ、あまりこうトルクを出しすぎないように、握るときはこの辺りを握って、一番細いところですね、この丸くなっている部分、この辺りで握ってあげるぐらいでトルク的にはもう十分だと思います。はい、出来上がりこんな感じですね。特に浮きもなく、別にめちゃめちゃ力を入れて締めたわけでもないですけど、収まりもいいと思います。それと、まあ、この辺と、まあ、この辺もゴミがすごいですね。このフェルトもまた変えたいですね、これね。かなりいかれてます。まあ、いい感じですね。はい、サイドカバー戻します。そういえばこれサイドローラーどっかいなくなってます。いました。なんですか、ね。えらい汚れてます。はい、これで完成ですね。できました。ジャバラ部分ですね、まあ、新品の方がやっぱバネがきつい感じですかね。バネというか戻りがきつい。いい感じですね。はい、以上です。ジャバラ交換でした。